イギリス気象庁は、イギリスの国立気象機関で、ビジネスエネルギー、産業戦略省の執行エージェンシー及びトレーディングファンドの一つ。天気予報から気候変動まで、すべての時間スケールにわたって、気象予測を行う。本部は、デボン州エクセターに所在する。英国気象庁、英国気象局とも訳される。英国気象庁は、1854年に、 ロバート・フィッツロイ海軍中将のもと、船乗り向けのサービスとして、省務院内に小さな部局が設立されたことに始まる。1859年10月に、アングルシートを沿岸沖で、激しい嵐の中を航行していた、客船、ロイヤルチャーターが難破し、459名の乗員の命が失われたことが、暴風警報サービスを提供開始する契機となった。フィッツロイは、 国内の沿岸15カ所に観測所を設置してネットワークを構築し、そこから海上の船舶に対して目視による暴風警報を提供できるようにした。当時の新技術である電信によって警報を迅速に普及させることが可能になり、それはまた観測網を発展させ、相関解析を提供するためにも使用することができた。1861年には、 新聞に対して天気予報の提供を開始した。フィッツロイはこの仕事の助けとするため他の気象パラメータを絶え間なく測定する気象測器のみならず、急天問題の写真式時期気圧計を用いて観測した記録の毎日の式写しを要請し、それらの情報は後に観測網中の観測書に提供された。予報の発表はフィッツロイの死後。 1866年5月に一時途絶えたが、1879年4月に再開された。第一次世界大戦後、1919年に英国気象庁は空軍省の一部となり、気象観測業務はアダストラルハウスの屋上で行われるようになった。この頃に、ザウェザーオンザエアーミニストリールーフのフレーズが生まれた。 航空のための気象情報の必要性が高まると各地にある空軍基地内に気象観測及び気象データ収集拠点を多数設置した。今日においても電気予報の中で空軍の飛行場に言及されることが多いのはそのためである。1936年には一部の業務が海軍に分割され、本庁とは別に独自に予報業務を行うようになった。 1990年4月、英国気象庁が国防省の執行エージェンシーとなったことにより、純政府機関の役割として、商業的な活動も要求されるようになった。政治機構の再編を受けて、2011年7月18日に、英国気象庁はビジネスイノベーション、技能省の一部となり、続いて BIS とエネルギー、気候変動省の統合により、 2016年7月14日にビジネスエネルギー産業戦略賞の一部となった。今日ではもはや国防省の一部ではないにもかかわらず、英国気象庁は国内と海外の双方にある空軍と陸軍の基地に置かれた第一線の部署を通じて軍との強いつながりを維持しているほか、海軍とともに気象学と海洋学に関する統合運用センターに関与している。 紛争時に前線部隊に随行して戦闘地域で優勢に軍隊を展開するための助言を軍に与える気象部隊であるモバイルメットユニットは空軍の予備役兵でもある英国気象庁の職員からなる。2003年9月に8000万ポンドの建設費をかけてデボン州エクセターのエクセター国際空港と A。 30道路の付近に建てられた気象業務専用の庁舎に本部が移転し、2004年6月21日に正式に開庁した。旧本部庁舎はバークシャーのブラックネルにあった。さらにアバディーンに予報センター、ジブラルタルとフォークランド諸島に事務所を置いており、世界中に存在感を示している。その他、出先機関として、 バークシャーのレディング大学内にメソスケール気象学のための合同センターをオックスフォードシャーのウォーリングフォードに水門気象学の研究のための合同センターを設置している。ハドレー気候予測研究センターも英国気象庁本部内にある。また、英国内外に所在する英国陸軍及び英国空軍の基地内にも英国気象庁職員が駐在する。なお、 英国海軍の気象予報業務は一般に海軍職員により独自に行われ、英国気象庁職員は関与しない。特に大手メディアのうちの2社、BBC と ITV は英国気象庁のデータを用いて予報を制作する。BBC ウェザーセンターでは、コンピュータ、またはファックス、電子メールなどにより寄せられた情報に基づいて予報は連続的に更新される。 BBC の新しいグラフィックスは b b c のすべてのテレビジョン放送の気象情報で使用されているが ITV ウェザーはアニメーション化された天気マークを使用している。BBC ウェザーセンターの予報士は b b c ではなく英国気象庁に雇用されている。2015年8月23日 b b c は受信料支払い者にとって その金額に見合った価値の情報を提供するために、その法的債務の一部として、英国気象庁の代わりに、競合する民間気象サービス会社である、ミティアグループと契約することを発表した。ただし、英国気象庁のデータを使用する会示、沿岸警備庁を代表して発表する、シッピングフォーキャストと、英国気象庁によるナショナルシビアウェザーウォーニングの発表は継続される。 航空気象予報業務の一環として、英国気象庁は、ロンドン航空路火山灰情報センターを運営している。ベックは、航空産業に対して、航空機の飛行経路に侵入して、航空の安全を脅かし得る火山廃雲の予報を提供するために、国際連合の専門機関の一つである、国際民間航空機関を中心に、世界気象機関と国際即地学、 地球物理学連合の協力のもとに推進された国際航空路火山灰監視計画の一環として設立された。世界の9カ所に設置されているベックの一つであるロンドンベックはブリテン諸島、北東大西洋及びアイスランドを責任領域としている。ロンドンベックは衛星画像に加えて責任領域内の全ての活火山が位置するアイスランドから送られてくる。 地震観測、レーダー観測、目視による観測のデータを利用する。英国気象庁が開発したネーム拡散モデルは異なるフライトレベルで警戒情報の発表時刻から6時間先、12時間先、18時間先の火山灰雲の遺留拡散を予報するために利用されている。英国気象庁は独自の中長距離待機拡散モデルであるネームを 用いて作成された大気質の予報を発表する。ネームはもともと1986年に発生したチェルノブイリ原子力発電所事故を受けて原子力事故モデルとして開発されたものであったが、以来多目的拡散モデルへと進化し、幅広い種類の大気浮遊物質の輸送、変態、沈着を予測することが可能になった。ネームは 平時の大気質予報に用いられるだけでなく、緊急事態用モデルとしても使用される。エアロゾルの拡散は、ゆくかモデルを用いて計算される。大気質の予報は、過表に示す、様々な汚染物質とそれらが、典型的に健康にもたらす、影響のために作成される。2001年まで、英国気象庁は、ジョン・ホートンを議長とする、気候変動に関する、 政府間パネルの気候科学に関するワーキンググループを主催していた。2001年にそのワーキンググループの場はアメリカ海洋大気庁に移された。数値予報業務とユニファイドモデルの運用には大量の演算を要するため、英国気象庁は世界で最も強力なスーパーコンピュータのいくつかを所有してきた。1997年11月には、 英国気象庁のスーパーコンピュータは世界第3位にランクインした。観測所の機械化、自動化、無人化が進行しており、昼間や危機器の故障時に有人観測を行うほかはほとんど無人である。多くの観測所では天気を現在天気計や監視カメラで観測する手法が普及している。ありがとうございます。